はい、どうもこんにちは、つきです。今回ですね、私なりの読書ルーティーンをですね、お話ししていきたいというふうに思います。これまでもですね、過去の動画で様々な読書術のお話をさせていただいたんですが、私なりにですね、実際に成果が出て実際にアウトプットにつながるですね、読書方法っていうのが結構身についてきたかなというふうに思いますので、ルーティン形式ですね、今回はお話をしていきたいというふうに思います。この動画を最後までご覧いただければ、読みっぱなしで終わらないですね、読書っていうのがですね、きちんと身につくようになると思いますので、ぜひ最後までご覧いただけたらなというふうに思います。ではよろしくお願いします。はい、ではですね、早速解説をしていきたいというふうに思います。今回はですね、こちら参考の本として、元さんの転職と副業の掛け算、こちらの本を元にお話をしていきたいというふうに思います。私はですね、まず最初に読書をする前に決めていることがあります。それはですね、読書の目的を明確にするということです。これですね、めちゃくちゃ大事なポイントでして、なぜこれをするのかというと、その実際にこの本を読んだ後に自分がどんなアクションをするのか、どういう行動をするのか、何のためにこの本を読むのかっていうことをですね、明確にすることで、本をですね、どのように活かすのかっていうことがですね、明確になるということです。具体的に私がやっているのは例えば2つあります。1つ目はですね、図解としてまとめて Twitter や Instagram にアップするということです。要するに、その読んだ内容っていうのをきちんと学んだことをですね、成果に出す形でアウトプットするということです。もう1つはですね、読んだ内容っていうのを実践して経験談っていうのを蓄積していくというふうにやっています。要するにですね、このように目的を明確にすることで、なぜこの本を読むのかっていうことが自分の中で明確になって、どういうことを意識して読めばいいのかっていうのはですね、きちんと分かりやすくなるっていうことです。逆にですね、目的を明確にして読まないと、実際にですね、自分がこの本を全部1から10まで読んでも、どういうふうに役立てるのかっていうことが明確になっていないので、結構ですね、散漫な読書になってしまうかなというふうに思います。しかしですね、目的を明確にしていれば、この本を読んだ後、このアクションをするためにどういう部分を役立てたいのかっていうことはですね、きちんと見えるっていうことですね。もしあなたがですね、仕事や副業に役立てたいというふうに思っているのであれば、全部を読む必要がないんです。あなたのその活動に役立つところはどこなのかっていうのを抜き出せばいいっていうところなので、それが例えば本の中の1割なのか2割あるのか、いろいろとあると思うんですけども、1から10まで全部必要ってことはですね、なかなかないと思います。あくまでも仕事や副業に役立てるっていうことは、要するにアウトプットするためにやっていくっていうことなので、しっかりとですね、そのあたりを明確にすることが大事かなというふうに思います。はい、目的をですね、明確にした上で、次にやるべきことは、目次をしっかり読み込むことです。で、なぜですね、目次を読み込むのかっていうところなんですけれども、目次には、この章で何が書いているのか、どういうことを主張しているのか、どういう結果が出たのかっていうことが非常に端的にまとまっているんですね。要するに、この本の内容にどんな内容が書かれているのかっていうのは、目次を見ればおおよそわかるっていうことです。ですので、いきなりもうどんどん読み進めていくのではなくて、目次をまずきちんと読み込むことが大事かなというふうに思います。最初にですね、目的を明確にしているので、私の場合は読んだ内容をTwitter や Instagram に図解をして投稿するっていうことが明確に目的としてあることと、要するに本業であったり副業に役立つ内容っていうのをここからきちんと脱ぎ出していこうっていう目的がありますので、実際にじゃあ自分のその目的に合うのはどういうところなのかっていうのを、こういう形でザッピングするような形で見ていくっていうことです。で、この段階である程度ですね、読むところの目星をつけておくっていうようなところを私はやるようにしています。はい、次にですね、私がやっている読書のルーティーンが、実際に今から読むこの本ですね、こちらの本の内容について自分がそのテーマで知っている前提知識を書き出していくっていうことをやります。これはですね、非常に大事なポイントになっていて、新たに自分がこの本で学ぶ内容と自分がもともと持っている前提知識っていうのをくっつける、つなげるっていうことがですね、かなりポイントになっています。はい、こちらのですね、画面あるんですけれども、過去の動画でも何度かお話をさせていただいてるんですが、とても大事なところなので改めてお話をさせていただきたいというふうに思います。要するにですね、この元々持っている知識っていうのをバラバラの状態、例えば前提知識を棚卸ししない状態で、新たに読んだ内容をそのままコピペするみたいな形で覚えるっていうことは、画面で言うと左側の意味記憶みたいなことになります。要するに断片化された事象または知識の記憶みたいなことになっていて、その
もともと持っていた知識と何も掛け合わせていない状態なので、要するに空中にいろいろともう分散しているような状態ですね、頭の中で。で、なので覚えづらく忘れやすい情報になってしまうということです。ですが逆にですね、もともと持っている前提知識と新たに学んだ知識っていうのをきちんと掛け合わせる、要するにもともと持っていた自分の知識と新たに学んだことをきちんと自分の言葉で置き換えて話せるようになる、それを知識として落とし込む、このようにすることでストーリー化されるということです。で、そうするとですね、エピソード記憶というものになるということです。で、エピソード記憶というのは先ほどの意味記憶と違ってバラバラではなくて、過去の前提知識と新たに学んだ知識っていうのがきちんとですね、点と点が線になるような形でつながってストーリーになるということです。こちら図解の方でもあると思うんですが、このような形ですね、知識同士が結合されていくということです。これですね、何が非常にいいかというと、覚えやすく忘れにくい知識になるっていうことです。要するにもともと持っていた知識と新たに学んだ知識っていうのが結合されたので、要するにそこでつながるんですね、脳の中で。で、なので、もともと持っていた知識っていうのはそもそも長期記憶できちんと自分の頭の中に残っている情報なので、もともときちんと記憶に残っている情報と新しい知識をつなぐので、よりですね、その情報っていうのが新しく学んだものが覚えやすく忘れにくいものになるっていうようなことなので、ですので前提知識をきちんと棚卸しておくっていうことは非常に大事かなというふうに思います。はい、こちらですね、画面に戻るんですけども、私がですね、こちらの転職と副業の掛け算で持っている前提知識っていうのをですね、こちらに3つ書いています。要するにですね、もともと私はこの元さんのこと自体はいろいろとツイッターであったりだとか、さまざまなウェブ上の記事とかで拝見していて知っていたものなので、そういった情報をですね、書いていくっていうことですね。で、例えば職種と業種で軸をずらして年収を上げる軸ずらし転職、これをですね、元さんは活用して生涯年収を上げてきたっていうところですね。で、もう一つは年収レンジの高い業種か職種に転職できる実力をつけることが重要ですよということですね。で、最後にですね、短大卒だったとしても自分の努力と実績次第で年収1000万円を超えることは可能というのをですね、元さんは実際に体現されているっていうのを私は過去にですね、学んできたっていうのをですね、ここに入れています。実際に私はノーションを使ってこれをまとめてるんですけれども、一元化してですね、その読書ノートにまとめることができるので、私はですね、結構重宝しているものになります。はい、次の項目です。次はですね、実際に本の内容っていうのを読みながら X マインドにですね、私はその要点っていうのを書き出していくっていう作業をやっています。こういうふうにすることで X マインドを活用することで本の内容の全体像っていうのをですね、かなりつかみやすくなるかなというふうに思ってますので、これを結構活用しながら本を読み進めるっていうことをやっています。でですね、今画面にあるのが X マインドの画面になっています。で、先ほどの項目でありました前提知識ですね、要するに前提知識と新しく学んだ知識っていうのを掛け合わせるために、もともと学んでいた知識っていうのも X マインドのところに書いておくっていうことをですね、私は日頃ですね、やるようにしております。で、ここで実際に書き出した上でこの転職と副業の掛け算を読んだ内容で、その中でそれぞれ項目っていうのが、大きな項目っていうのがいろいろあると思うんですが、まあ、知見の掛け算というところと転職というところと副業、このですね、大きなカテゴリーをもとに学んだことっていうのをこちらのような形でどんどん書き出していくっていうことをやってます。で、実際にこれはですね、本をこういうふうに読みながらですね、自分がそのテーマとなっているところで、自分がアウトプットしたいところっていうのをこのような形できちんと見極めながら、見ていきながら、ここに打ち込むっていう作業をやるようにしております。で、この中でも、その例えば自分の中で重要だと思ったところっていうのについては、このような形で普通の文字ではなくて、よりですね、強調したような形でやるようにしています。で、強調する方法については、こちらのフォーマットっていうのを押した上で、ここですね、テキストのところの色を変えたりすることができますので、色を変えて文字の大きさを変えて、このボールドというですね、太字処理にすることで、こういう形で目立たせることができるみたいな形でやっています。で、こういうふうにですね、その読書ノートのやり方でもいろいろあると思うんですけれども、X マインドにこういうふうにまとめることで、それぞれのテーマについて学んだことっていうのがですね、パッとわかるようになるんですよね。なので結構ですね、私はこの方法をですね、重宝しております。はい。またですね、X マインドの方で、その前提知識ですね、もともと自分が持っている知識と新しく学んだ知識をきちんと結合させましょうっていう話があったと思うんですけれども、それについては今こちらにですね、矢印があるんですけども、こういう形で私は連結させたりしております。結構ですね、簡単にできるようになっています。
で、このですね、関連性っていうのをつけるのは、例えばですね、その関連する元のですね、ところをクリックした上で、関連というのをですね、クリックします。で、そうすると、このですね、線が出てきますので、この情報と関連するものっていうのをくっつけます。で、くっつけた上で、これカクカクとしているんですけども、ちょっと滑らかにしたいなというふうに思いますので、このフォーマットのところから、この曲線っていうのを選んだ上で、やることで、曲線のですね、状況っていうのを、曲線の仕方っていうのを結構調整することができますので、こういう形でやった上で、関連するようにしております。で、このように視覚的にですね、この知識とこの知識って関連するんだなっていうのがですね、見えてくると、その先ほどのようにエピソード記憶の方でやりやすくなっていますので、これとこれをつなげた上で自分の解釈っていうのをまた自分の言葉で書いていくみたいなことをですね、やるっていうところではですね、私は大事かなというふうに思っております。はい、次はですね、X マインドの方で、前提の知識と新しく学んだ知識っていうのを掛け合わせることができました。そして全体像としてこういうことが書かれているっていうのがですね、まとまった状態で、その後ですね、こちらのノーションの方で実際に読書ノートに落とし込むみたいなことをやっていきたいなというふうに思っています。こちらの方で書いていたものの中から重要なポイントっていうのをこちらのですね、メモの魔力のノートの書き方にしているんですけれども、標語、ファクト、抽象化、転用というような形のものになっていて、で、これですね、実際に先ほどの重要なポイントっていうのをですね、こちらの学んだこと、ファクトのところに全部コピペするみたいな形で使っています。で、実際にコピペした上で、それぞれが例えば知見の話だったのか、転職の話だったのか、副業の話だったのか、みたいなことで、標語のところにカテゴリーを入れるようにしています。で、実際にこっからが大事なポイントで、で、実際にその学んだ知識っていうのをファクトっていうのはここにあります。で、このファクトの本質って何なのっていうのを抽象化するっていうところがですね、さらに大事なポイントになっています。学んだことそのままの言葉で理解するのではなくて、抽象化することで、この学んだことのファクトの本質が見えるっていうことです。で、本質が見えれば自分の行動に転用しやすいっていうことですね。要するに行動プランに落とし込める形になるっていうことです。なので、これがどういうことなのかっていうのを抽象化するっていう段階をここでそれぞれですね、書き出すようにしています。で、例えばですね、本業で得た知見と副業で得た知見をそれぞれ完了させることで大きく稼ぐことができた。で、これはですね、抽象化するとどういうことなのか。で、これはなぜそれができるのかっていうところについて私は相乗効果というのがですね、本質ではないかというふうに考えました。ですので、この相乗効果っていうのが大事なんだなっていうのを理解した上で、行動プランに落とし込むと。で、行動プラン、転用に起こすところなんですけれども、新規事業やデザイン、ビジネス読書会ですね、これまでやってきた経験を生かして、定期的に、領書の図解を作るということをやろうっていうふうのを決めたっていうことです。で、今ですね、実際にやってきた、30冊やってきたっていうのがですね、その事例になっております。で、こういう形でそれぞれの学んだことっていうのを抽象化して、行動プランに起こす。こういうふうにするからこそ、学んだ本っていうのをこういうこと書いてんだなっていうことだけで終わらせるのではなくて、それぞれの読んだ内容っていうのが本質ってどういうことを言ってるんだろう。で、どういうふうにそれを本質を自分の行動に使えるのかなっていうふうに考えて実際に書き出すっていうところまでをやるっていうのがですね、私の読書のルーティンになっていて、ここまでやるからこそ実際に読みっぱなしで終わるのではなくて、実際の自分の次の日からの行動につなげることができているっていうことです。で、要するに、それはですね、読んだ内容っていうのを自分の中で咀嚼して解釈して、で、自分のですね、行動プランに起こせるからこそ、自分の行動が変わりますし、で、結果も変わってきますし、それをまた改善することで、さらに精度が上がって、例えばですね、そのツイッターのフォロワー数を上げたりだとか、YouTube の動画の、チャンネル登録者数が増えたりだとか、そういうことにですね、だんだん繋がってきているんじゃないかなというふうに思います。はい、次はですね、X マインドで全体像を理解して、ノーションで自分の行動プランに落とし込む、ここまですることができました。で、最初ですね、目的を明確にするっていうところがあったと思うんですけれども、そこで私は、Twitter と Instagram に領書の使いを投稿するというですね、アクションプランを作っていたので、実際にこちらですね、キーノートで出ているのが、実際に私が作った転職と副業の掛け算の図解になっています。で、ここからですね、実際にツイッターで投稿する用の図解を作っていくんですけれども、ツイッター上で、使える静止画っていうのは4枚までになってます。で、4枚なので、4枚の中で図解っていうのを、この本の内容っていうのをですね、まとめようっていうふうにまずは決めるわけですね。なので、4枚の構成を考えていくっていうのがですね、私のいつもやってることになります。
で、その中でもこの1枚目のところでは、この本の一番伝えたいこと、一番ですね、効果があった、自分の中でいいなというふうに思ったところはどういうことかっていうのをですね、1枚目に出すようにしています。で、実際に私がですね、1枚目に書いていたのが、こちらですね、本業で得た様々な知見と、副業で得た様々な知見。それぞれを貫流させながら回して、ぐる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 回していくことで、それぞれでの発信活動だったり、仕事だったり、そういうところでの成果をどん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 上げていくことができて、精度が上がりますよと。で、こういうふうにするからこそ、元さんは年収5000万稼ぐ、市場価値を得られたんだっていうのをですね、ここの1枚目で表現するようにしています。はい、次に2枚目なんですけど、2枚目では、次の3枚目、4枚目でお伝えする内容っていうのを1枚で、まとめています。丸1から丸4まであるんですけども、この丸1から丸4までの深掘りっていうのが3枚目、4枚目にあって、丸1、この2枚目ではまず全体像っていうのをここで伝えるようにしています。ここで全体像を伝えた上で、3枚目では丸1、丸2に対しての深掘りっていうのをしています。で、それぞれですね、図形であったり、アイコンであったり、そういうのを使いながら、ポイントっていうのをお伝えするようにしています。で、できるだけですね、まあ、イメージが伝わるような図解っていうのをですね、心がけています。で、ポイントになるところについては、その黄色ですね、黄色の枠で強調するみたいな形でやることで、よりわかりやすくできているかなというふうに思います。はい、最後ですね、4枚目については、丸3、丸4についての深掘り。こういうふうにすることでですね、よりわかりやすくなっているかなというふうに思いますし、実際に私がですね、読んだ内容っていうのは、ここまで4枚の図解にまできちんと落とし込むことで、この本の内容に書かれていたことがどういうことなのか、どういうことを著者は伝えたかったのかっていうことが、自分なりの解釈できちんと理解できているっていうことですね。要するに先ほどの話にありました、意味記憶ではなくて、きちんとエピソード記憶になって、まあ、覚えやすく忘れにくい知識になっているっていうことです。で、こういうふうにすることで、自分の脳への定着率を上げることにも役立ってますし、実際にこのような形で分かりやすい図解にすることで、実際にツイッターに投稿するっていうことをですね、やっているっていうことですね。はい。そして実際にこちらですね、画面に出ているのが、実際にですね、この元さんの転職と副業の掛け算。こちらのですね、図解、先ほど作った図解をツイートしたものになっています。こういうふうにアウトプットすることで、実際にですね、まあ、496件のいいねと、大体トータルで50件ぐらいのリツイートいただくことができて、要するに自分の中だけで知識を留めるのではなくて、アウトプットすると、で、外のからの評価も得られるっていうことで、どういうところを共感してリツイートしてくれたのか、みたいなことのコメントが見えたりもするので、自分のですね、次の行動のさらにですね、改善にも役立つ、みたいな形で、役立ってるかなというふうに思います。で、またこのですね、ツイートについては、元さんご本人からもリツイートいただくことができて、まあ、わかりやすいというですね、お言葉もいただけてですね、非常に嬉しかったな、というふうに思ってますし、まあ、できるだけですね、自分は、わからないこと、わかりにくいことをわかりやすく伝えるっていうことがですね、自分のできる技術かなと、自分の持ってるスキルかなというふうに思ってますので、このような形まで落とし込むことで、実際にですね、その自分の学びがアウトプットにつながって、で、アウトプットできただけではなくて、自分のその、例えば、ツイッターのフォロワー数を増やすだとか、自分のことをより深く知ってもらうっていうですね、きっかけ作りができるんじゃないかなというふうに思います。はい、今回はですね、読書のルーティーンについてですね、動画を作ってみました。少しでもですね、まあ読書をですね、いつも頑張ってらっしゃるあなたのですね、お役に立てたらなというふうに思ってます。またですね、ルーティン系みたいなところで、実際にですね、見ている方のお役に立てるものがですね、また自分の中で蓄積できてきたら、またですね、こういった動画も撮りたいなというふうに思ってます。またですね、この動画いいなというふうに思われたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いできたらなというふうに思います。それでは本日も最後までご覧いただいて本当にありがとうございました。